これは。で、でかい。しよう。涙を手向け、我が渇望するすべてが、そう、ずいぶんこの荒神と仲が良かったようだな。それは愚かな選択というものだぞ、息子よ。黙れ。てめえを親父と思ったことはない。死を解放しろ。よかろう。得意点が手に入った今、器などに用はない。長い、実に長い道のりだった。年月をかけた捕食管理により、ノヴァの母体を育成しながら世界中を駆けずり回り、使用に耐えうる宇宙船をかき集め、選ばれし千人を運ぶ計画が今この時をもって成就する。今回こそ私の勝ちだよ、博士。そこにいるんだろう、ペイラ。やはり遅かったみたいだね。我々は今この一瞬ですら存亡の危機に立たされ続けているのだ。日々世界中で報告されている荒神による被害がまだ緩やかなもの。星を喰らう荒神、ノヴァが出現し破裂すれば、その時点でこの世界が消え去るのだ。そのタイミングはいつだ。数百年後か、数時間後か。やがては朽ちる運命のエイジスに身を隠して終末を待つのだ。私はごめんだ。避けられない運命だからこそ、それを制御し、選ばれた人類を次世代に向けて残すのだ。君が得意点を利用して行おうとしていたことも、結局は終末を遅らせることでしかない。違うか、博士。どうかな。何のことですか、博士。私は限りなく人間化した荒神を生み出すことで世界を維持しようと考えた。完全に自立し、捕食本能をもコントロールできる存在として育成していくことで、終末捕食の臨界手前で留保し続けようと試みたのさ。そしてそのためにシオと君たちを利用してしまった。許してくれ。荒神との共生、昔からそう。君は科学者としては随分とロマンチストすぎる。人間の行いを見ればわかるはずだ。欲望を、本能を抑え込んだ真に自律的な人間などこれまで一人として存在しなかったことを。そうかもしれない。でもそういう君も人間に対してペシミストすぎたんじゃないのかい。少し違うな、博士。確かに私は人間という存在自体にはとうに絶望している。だが私は知っているのだ。
それでも人は逆しく生き続けようとすること、荒神やノバと何ら変わらない、その本能、悪なき欲望の先にこそ人の未来も開かれてきたことを。これ以上は平行線だね。ともあれ、シオの子は終末捕食の特異点が摘出されてしまっては、もう私に打つ手はない。私を欧州に仕向けてまで時間を稼ごうとしたようだ。すでに勝敗は決していたのやはり気づいていたのか。時は君に味方をしてしまったようだ。そう悲しむことはない。この特異点は次なる世界の道しるべとして、この星の新たな摂理を指し示すだろう。それは定められた星の最後、いわば神の定めともうた摂理だ。そしてその摂理の頂点にいる者は、来るべき新たな世界にあっても人間であるべきなのだ。そう、人間は、いや我々こそ神を喰らうものなのだ。人が神となるか、神が人となるか、この勝負とっても興味深かったけど、負けを認めるよ。今や君は荒神と変わらない。でも君はそれも承知の上なのだろうね。科学者が信仰に頼るとは皮肉なことだ。今は君たちを信じよう、ゴッドイーターたち。リンド、見てる。やっとここまでたどり着けた。ここにいるみんなのおかげよ。俺、これまでずっと家族やみんなが安心できる居場所を誰かが作ってくれるのを待ってたんだ。でも気づいたら簡単なことだった。自分がその居場所になればいいんだって。それを作るために俺戦うよ。私もみんながいたから気づけたんです。こんな自分でも誰かを守れるんだって。おしゃべりはここまでだ。お前ら背中は預けたぜ。降り注ぐ雨よ、溢れ出した食材の泉を止めることなどできん。その嵐の中、ただ一つの船板を手にするのはこの私だ。Okay, let's go. This is it.
formidable enemy. Search for the enemy! We're searching. We managed to survive. Okay, I'll go take a look. Don't let your guard down till the end. I'll make it back alive. I promise. Let's stay alert till the end. I'm gonna watch Bugger Alley when I get home. この愚か者目を背ける。こんな愚か者どもに敗れるなど。あの<笑>デカブツ止まらないよ。 諦めないで。きっと何か方法があるはずよ。 無駄だ。覚醒したノバは止まらない。この私が珍しく断言する。不可能です。なんとかならねえのか、博士。残念だが、支部長の言った通りアフレ出した泉は ノバが止まることはない。そんな、荒神の行き着く先、推しの再生、やはりこのシステムに抗うことはできないのだ。ふざけるな。そんなこと認めねえぞ。そう、それでいいのだ。そう、お前たちは早く 支部長、あなた、もう余計な心配は無用だ。もとより、あの船に私の席はない。何ですって。<笑>世界にこれだけの犠牲を強いた私だ。次の世界を見る資格などない。 あとはお前たちの仕事だ。<笑>適任だろう。親父。愛者すまない。私たちは結局、こんな争いの先にしか答えを探せなかった。私たちは、君に償えたと言えるのだろうか。 母さん、のぞみ、ごめん。約束守れなかった。しよう。ありがとうね。 塩なのか。まさかノバの得意点となっても、人の意識が残っているなんて。だんだん上昇している。塩、お前、お空の向こう、あの丸いの。 <笑>あっちの方がお餅みたいで美味しそうだから。まさかノバごと月へ持っていくつもりか。シオン、あいつまだ生きてるんだろ。榊、私にもわからん。ただそんなことが。わかるよ。今なら
わかるの？みんなに教えてもらった本当の人間の形。シオ、食べることも誰かのために、生きることも誰かのために、死ぬことも誰かを許すことも、それがどんな形をしてても、みんな誰かとつながってる。何言ってんだ、戻ってこいよ。シオもみんなといたいから。だから今日はさよならするね。みんなの形好きだから。偉い？全然偉くなんかないわよ。そっか、ごめんなさい。もう行かなきゃ。だからお気に入りだったけど、そこのお別れしたがらない自分の形を食べて。そんなことできるわけないだろう。そうな、おいしくなかったらごめん。一人で勝手に消えやがって。だけどお願い、離れてても一緒だから。ありがとう、みんな。
こうして人の手によって作り出されたノヴァの脅威は去ったが、今も荒神はこの地上を闊歩している。そう、神の摂理さえねじ曲げてしまった俺たちに楽園が与えられるはずもない。ただあの日を境に、俺の人気は天使の羽のような真っ白な色に変わっていた。月に遷都した神が人間に残したのは、この真っ黒なままの地球で永遠に罪を償い続けるための道だったのだ。Can't wait to fight. Okay, let's go. Search for the enemy. We're searching. I'll start looking for the enemy. Yeah. Thanks for waiting. I'm here. Go! Go! Leave it to me. We're searching. Yeah. Gotcha.
Whatever shows up, just slash it to hell. Search for the enemy! We're searching. Understood. Yeah. I'm out of bullets! I'll make it back alive. I promise. Let's stay alert till the end.